スコットランド市。森保のためにおすすめ試合紹介するで。古橋と旗手が所属するスコットランドの地元紙デイリーレコードが、森保監督のために視察用おすすめ試合を紹介。日本のボスは、欧州視察でセルティックの3試合を見ることができる。と、注目カードを提示。特にライバルのレンジャーズ戦は、日本のボスがスコットランドのトップの強さについて再評価するのにこれ以上の試合はない。 高度な皮肉を交えて伝えた。森スは好き嫌いで選んでるから何言っても無駄。行かないだろうな。ポイチ、聞いてるか。リーグのレベルとか言ったら反応しちゃうよね。どのリーグに対してもリスペクトを示すべき。セルティックでレギュラー取るのは簡単じゃないよ。かばうつもりはないけど、レベルが低いとは言ってないよね。 どういう意味で発言したんだろうな。こいつほんまに。検知しおすすめの試合はこちら。